すでに価値は見えておる。 夜明けまでに西女さんを攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。 若、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。 偵察兵だな。砦に我らのことを知らされては困る。敵中、武田の奇襲だ。若、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。 時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬように、せねばな。太女さんに陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃。そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公率いる本隊とで挙撃する。それが軍師山本勘助様が建てられたこたびの策だ。火を叩いて 石を出せ。なるほど、それで啄木戦法。偵察兵がいるな。この奥に最後の砦であろうが、いささか脆すぎる。 若、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危うい。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。海道。若、夜は暗闇に乗じて忍者など 特殊な兵が襲ってきます。お気をつけくだされ。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ皇族の進軍が遅れる。どうか、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。 軍に通達、警戒を厳にせよ。これでお味方の進軍も速やかに行えますな。さあどうぞ。 我らの追撃を残して兵を残していたが、やはり剣心は先に山を降りている。ここまではたやすいな。
夜明けまでにどれだけの距離を稼げるか、それが勝負の分かれ目だな。ここまでは早すぎる。素働きなど自慢にならぬ。Sanadaの小せがれか。様に恨みはないが、武田にシナノを追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せる。だからお前は敗れる。こたび部隊は安心して進軍できる。Yeah.
将打ち取った。山本勘助様、上杉軍の猛攻に苦戦。ここまではたやすい。自慢にならぬ。戦を楽しむ風流はなく、無粋を承知。押しと。お館様が危のうございます。お急ぎくだされ。救援来い。わしの不運もここまでか。ここまでがたやすいんだぞ。自慢にならぬ。うるはなんだか。など自慢にならぬ。こちらは餓死昇誕の敵。
お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて正念場じゃな。